だいぶ走っていたところに蔵というところがあったんですけれども、そこで、私、あるものを買いたくてですね、電気屋さんに行こうと思ったんですが、なかなか店が見つかりません。それで、何か所か訪ねて歩いたんですが、なかなか思うように行きませんでした。ところが、いきなりですね、日本語で話しかけてくださった方がおられまして、その方に助けていただいて、買い物をすることができました。これは、中国系のワンさん、ご夫妻なんですね。旦那さんも奥様も日本に留学していた経験があるということで、日本語をお話になりました。いろんなマレーシアのことを教えていただいたんですけれども、その他、昼食をですね、ご馳走にもなりました。私、ジョホールバルに以前来たことがありましたので、ジョホールバルには行かずに、そのちょっと北をですね、横切って東海岸に向かいました。郊外出ますとパームヤシのそのプランテーションがずっと続きます。マレーシアの東海岸、一番南の方ですけれども、そこに出ました。ここの浜辺にはですね、ココナツヤシがあって、いかにも南国の風情です。